まあ、しっかりクイックやってくると思うんですけど、はい、ここはモリーナ対源田、そして日本シリーズバットを折りながらのサヨナラホームラン柳田、一塁に送ります。この辺りはバッテリー、そしてモリーナも警戒しています。このクイックだったら源田君ならあの走れると思うんですけどね。ゴールドグラブ賞9回受賞のモリーナ、今フォークだったね、初球。そうですね、速いフォークそうですね、あとは覚悟と松田さん決断、勇気。そうですね、はい、さあ源田が走ることができるか。どうだ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 、柳田行ったんじゃないですか。どうだ、バックスクリーンに届いた柳田さよならホームラン、侍ジャパン確信してましたね、バックスクリーンに叩き込みました。ミスターフルスイング柳田悠岐、初戦はサヨナラ、侍ジャパンの勝利です。東京ドーム総立ち、いやー持ってるね、すごい打球でした。ここで松坂さん、あのスイングができる柳田、そうですね、はい、やっぱり源田君の足をこう警戒というか、源田君がこう、はい、プレッシャーをかけて、まあ、ストレートを投げさせる状況にしたというのも大きいと思いますね。これも中田さん、一つチームとして戦う大事な部分ですよね。もういろんな、ね、条件が重なりましたね、はい、いい方向、いい方向に流れてね、それで仕留めるあたりね、はい、かっこよすぎる、うん、柳田ってかっこいいね、はい、いや松坂さん、初戦一番いい勝ち方と。そうですね、さよならホームラン。